ただいまスタートしたレースはレースナンバー67男子ダブルスカル準々決勝3組沖川より1レーン和歌山県桐蔭高校2レーン神奈川県慶応義塾高校3レーン福井県若狭東高校4レーン千葉県河野台高校5レーン北海道函館水産高校6レーン茨城県豊子高校以上6クルーで行われています。このレース3位までが明日の準決勝に進出します。先ほどのレースの結果をお知らせします。レースナンバー65女子ダブルスカル準々決勝3組1着3レーン福井県若狭東高校3分49秒433分49秒43 2着4レーン滋賀県ジュジュ高校3分53秒58 3分53秒58 3着2レーン秋田県秋田高校3分56秒49 3分56秒49 4着6レーン福島県会津高校3分59秒643分59秒64 5着5レーン石川県小松明豊高校3分59秒70 3分59秒70 6着1レーン大分県北三熊高校4分02秒85 4分02秒85以上です。500m の通過順位を発表します。2レーン、1レーン、3レーン、6レーン、4レーン、5レーンの模様です。3レーンをトップにフィニッシュラインに向かっています。全クルーがフィニッシュラインを通過しました。